こんにちは、ジュピター石田です。僕は今からロシア、モスクワでロシアンヘアに髪を切りたいと思います。どういうことかというと、床屋さん、美容室に行ってロシアスタイルプリーズ、そう言って髪を切ってもらおうと思います。今こんな髪型なんですが、どんな髪型になるのか全く分かりません。ちなみに今まで僕はアメリカとかモロッコ、タイ、あとインドで、そんな髪型にしたことがあります。どの国も意味わかんない髪になるので、今回も期待したいと思います。ちなみに切るお店はこちらのお店にしたいと思います。それでは今から行っていきたいと思います。いい髪型になってくれ。お店に入っていきたいと思います。こんな感じです。入ってみたいと思います。一回切ります。Он просто хочет. Можно будет снять его, нет? Я думаю. Настя, я говорю как есть. Пошутки ты мне шутил. Какая прическа была, шевелюра, да? Мы ж пацан как устал. Все нормально. はい、髪切り終わりました。見てください、もう全部なくなりますね。全部なくなりました。なんかよくわかんないけど、これがロシアスタイルらしいです。以上、モスクワからお送りしました。でもみんな笑ってくれたのでよかったです。楽しかったです。これからは旅の動画をアップします。これからは旅の動画をアップします。これから旅の動画をアップします。